皆さん大変ご無沙汰しております。その後のうちの植物たちをご紹介します。これはですね、強風でうちの中に避難している植物たちです。うちはね、風が強くて、あのベランダで育てていたこれキュウリなんですけど、葉っぱがね、こんな風にボロッボロになっちゃいました。いやー、もうね、ダメかなってちょっとこの時は正直思ったんですけれども、でもね、その後なんとか一応持ち直しておりまして、収穫もすることができました。でこのキュウリはね、結構ね立派だったんですよ。ほらほらね、大きさもありますし立派なものができました。でキュウリはですね、本当初心者の方におすすめです。もうね、水さえ切らさなければ、水さえ毎日あげ続ければ、すく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 ね大きくなるんですよ。なのであんまり難しいことなくできます。でこの日はね、この採れたものをこんな風にね、日本酒と一緒に美味しくいただきました。またある日はね、サンドイッチの中に入れたり、そのまま食べたり、非常に楽しませていただきました。でお次はインゲンの収穫ですね。このインゲンもね、このインゲンは結構大きくなりましたね。つるなしインゲンというものです。そしてさらにピーマンの収穫、いや絶対ね、これ苗にね、なんだ、ピーマンじゃなくてシシトウって書いてあったんですよ。シシトウって、なので絶対シシトウだと思ってたら、できたらピーマンだったっていうねなんでしょうって感じなんですけれどもね、こんな風に、インゲンとピーマン収穫もきちんとできております。そしてキュウリのプランターに生えてきたシソを以前ご案内したかと思うんですけれども、キュウリを育てる前の年に同じプランターでシソを育ててたんですね。多分その時に種が土の中に落ちていたということで、水をあげたら生えてきたものです。その子たちを今回救出してあげて、このちっちゃいねミニポットに入れて、それぞれ植え替えてあげました。それがこれです。ご覧ください。もうね、こんなちっちゃいんですよ。初めはね、大きい子だけにしようかと思ったんですが、やっぱりちょっとかわいそうになっちゃって、とりあえず、まあ、全部大きくなるかどうかは分かりませんけれども、一応全部救出をして、こんな風にもうちっちゃこの子なんて、もう本当どうなるか分かりませんけれども、まあ、とりあえず救出をしてみました。7個今のところはポットがあるという状態です。でこれはね、ちょっと前になりますけれども、キュウリの摘心です。本当にキュウリはね、どんどん大きくなっちゃうんで、この先の部分をこうやって切り取るんですね。そうしないとやっぱりベランダではとても育てることができないの でこの切り取った部分を水の中につけておいたらですね、根がガンガン出てきまして、これ育てられるんじゃないかっていうことで、とりあえず一つをハイドロカルチャーで、鉢植えみたいな感じにしてみました。そしてこれもね、摘心した部分、こちらはね土に、植えてみました。100均で買ってきた鉢に植えてみたんですけど、なかなかいいでしょ。でほら、ますます神々しくなっているのはなぜかというと、この土の上にですね、白い、まあ、ハイドロカルチャーみたいなものを、これも100均で買ってきて敷いてみたらば、ほらなんかちょっとインテリアっぽくないですかね。えすごいなんか綺麗な神々しい感じになって、今気に入っております。でこの子だけではなく、これはね、さっき瓶にまだ植えてあった瓶に入れてあったキュウリの摘心した部分ですけれども、こちらもハイドロにしてみました。そしてなんとインゲンもですね、ハイドロにしてみました。やっぱり風が強くてね、インゲンも葉がボロッボロになってしまったので、家の中で育ててみようということで、このようにハイドロにしてみました。まあシソもいるし、キュウリもいるし、インゲンもいるしということで、我が家はどこに向かうんでしょう。
でもみんな元気に育ってほしいです。